どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、スチャラか赤まんじゅうよ。歌舞伎用語で、おちゃらけている、って意味の言葉じゃない。こんなに真面目で冷静な赤まんじゅうちゃん、なかなかいないわよ。また失礼なこと言ってきた代わりに、今日も何か気になることを教えてよね。ふ、まあいいぜ。じゃあ今回は、テレビ番組のヤバい回、トラウマ回22選総集編、を紹介するぜ。このチャンネルでも、たまに取り上げることのあったネタよね。そうだぜ。今回はその中から、新婚さんいらっしゃいに登場したヤバい夫婦10選、探偵ナイトスクープのトラウマ回6選、アンビリバボーの怖い回6選、をチョイスしたぜ。癖の強すぎる激ヤバ夫婦から、放送事故級のトラウマ回まで、幅広いわね。ああ、どれも無駄な雑学や話題の種としても楽しめる内容になっていると思うから、ぜひ楽しんでいってくれ。そうね、皆さんそれぞれ、見たい内容を概要欄やコメント欄の目次から選んで視聴してってね。ということで、早速本編に行きましょうよ。うむ、そうしよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。放送事故級、新婚さんいらっしゃい。のヤバすぎる夫婦10選。どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、ちょっぱり赤まんじゅうよ。津軽弁で頑固者って意味の言葉じゃない。こんなに柔軟思考の赤まんじゅうに対して、なんてこと言うのよ。変なこと言ってきた代わりに、今日も何か興味深いことを教えてよね。仕方ないな、いいぜ。じゃあ今回は、新婚さんいらっしゃい、のヤバすぎる夫婦10選、を紹介するぜ。これ、ずーっと昔から放送してる一般の新婚夫婦さんが出演する番組よね。ああ、これまで51年間放送され続けてきた番組だけに、いろいろなご夫婦が出演してきたんだが、中には放送事故級に視聴者がドン引きしてしまった夫婦や、個性が強すぎるご夫婦が何組も登場してきたんだ。今回はその中から、特にインパクトの強かった夫婦を10組紹介するぜ。私も何度かこの番組見たことあるけど、とにかく出てくる人たちの癖が強すぎるのよね。ものすごく興味が湧いてきたわ。早速解説お願いするの。よし、任せろだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。新婚さんいらっしゃい、という番組は、その名の通り、新婚さんに様々なエピソードを語ってもらうという内容だ。今では普通となった、視聴者参加型のトーク番組の先駆けみたいな存在よね。そうだな。第1回の放送は1971年1月31日で、初回から落語家の桂文枝師匠が司会を務めていたぜ。文枝師匠と山瀬まみさんのイメージが強いけど、今は藤井隆さんと井上咲楽さんに司会が変わったのよね。ああ、2022年3月27日までの51年間は文枝師匠が司会をしていたぜ。これは日本のバラエティ番組において最長記録で、同一司会者によるトーク番組の最長放送としてギネス世界記録にも認定されている。山瀬まみさんとのコンビも1997年から約25年続いたんだぜ。すごい記録ね。今後なかなか破られそうにないわね。それじゃあここからは、実際に出演されたクセ強夫婦たちを紹介していくぜ。最初に紹介するのは、2015年に出演した夫婦だぜ。この二人、実は兄弟だったんだ。兄弟？それって結婚できないんじゃないの？と言っても実の兄弟ではなく、両親同士の連れ子で義理の兄弟だったんだ。なるほどね。びっくりさせないでよね。旦那さんの母と奥さんの父が再婚して二人が兄弟となった時、旦那さんは20歳、奥さんは10歳だったそうだ。世の中に10歳差の夫婦はそこまで珍しくないけど、20歳の男性が10歳の義理の妹をそういう対象に見ることはあまりなさそうよね。ああ、しかし、奥さんの方は兄のことをかっこいいと思っていて、お兄ちゃんとの禁断の恋を妄想していたそうだぜ。あらあら、確かに少女漫画やアニメだったらありそうなシチュエーションよね。なかなか妄想力のたくましい子供だったようで、いつも妄想を膨らませていたそうだぜ。しかし当時、兄は他の女性と結婚していて、一緒に暮らしてすらいなかったそうだ。あら、そうだったのね。その後、兄は離婚して実家に戻ってきたんだが、妹が期待していたような展開にはならなかったそうだぜ。しかし兄31歳、妹21歳の時、妹の思いが報われることとなった。なんと、酒に酔った兄が妹に迫ったんだ。妹は初め、ダメよ、私たち兄弟なんだから、と断ったそうだが、兄が食い下がり、そこから二人の関係が始まったというわけだ。本当に少女漫画みたいな話ね。両思いで丸く収まってよかったわね。二番目に紹介するのは、1996年に出演したこの夫婦だぜ。
甲高い声をした夫のキャラクターが強烈だったが、実は妻もなかなかのくせ者だった。どんな風にくせ者だったのかしら。この奥さんは夜の営みの度に夫に500円を要求するらしい。おそらく行為そのものがあんまり好きじゃないんだろう。ただではやりたくないということで、枕元にある貯金箱に毎回500円を入れなければならないシステムだそうだ。旦那さんは納得しているのかしら。ああ、奥さん曰く、結婚当初は毎晩500円玉を握りしめていたそうだぜ。なんだか旦那さん、けなげで可愛らしいわね。しかしある時、夫がいつものように500円玉を貯金箱に入れようとしたところ、財布に500円玉がなかったんだ。そこで夫は妻に1000円札を渡し、お釣りを要求したんだが、奥さんは1000円札を受け取って、じゃあ2倍サービスするよ、と答えたそうだぜ。案外ラブラブなご夫婦じゃない。よかったわ。3番目に紹介するのはこの夫婦だぜ。当時、夫が31歳、妻が51歳の20歳差の夫婦だぜ。結構離れているわね。お母さんと息子でもおかしくないわ。それ、半分くらいは当たってるぜ。この夫婦、もともとは、息子の友達の母親、という関係だったんだ。え？本当に言ってるの？ああ、奥さんの方はバツイチのシングルマザーだったようだ。その息子の幼馴染だったのが夫らしいぜ。二人の馴れ初めは、旦那さんが21歳の時一緒によさこい祭りに行き、それから交際を始めたそうだ。なんでも当時、失恋して落ち込んでいた彼を元気づけるため、彼の母親から頼まれて祭りに連れ出したらしい。失恋した息子を元気づける役割を、息子の親友の母親に託すのもどうかと思うけど、まさかそんなことになるとは、誰も想像していなかったでしょうね。そうだな。結婚を決意し、旦那さんの方の両親に報告した時は、あんた何考えてんの、と一喝されたそうだ。一方、奥さんが息子に報告した時も、お母さん、バカじゃないの、と言われたそうだぜ。それは当たり前の反応だわ。妻の方は、20歳下の息子の友達と、というのが新鮮だった、と笑顔で語っていて、分子師匠もあっけに取られていたぜ。自分の友達界隈でこんなカップルが誕生したなら、やっぱり驚いちゃうもん。けど二人とも幸せそうだし、いいんじゃないかしら。4番目に紹介するのは2014年に出演したこの夫婦だぜ。なかなかインパクトのあるビジュアルね。ああ、夫より一回りも二回りも恰幅のいい妻で、放送後にはネット上でも様々な意見が飛び交っていたようだぜ。夫は妻のことを、タイプだった、と話していたんだが、好きな芸能人を聞かれた時には、新垣結衣、と答えて分子師匠に突っ込まれていたぜ。ストライクゾーンの広い人だったのね。それはそれで失礼なフォローの仕方だけどな。そういえば、この奥さん、なんだか見覚えがある気がするんだけど？実はこの方、八橋手まりさんというお笑い芸人さんなんだ。月曜から夜更かし、や、水曜日のダウンタウン、にも出演していたことがあるぜ。芸人さんだったのね。人を笑わせることが好きな明るくて楽しい女性なのかしらね。そうだな。第一印象とは裏腹に、彼氏が途絶えたことがなく、たくさん恋愛をしてきたそうだぜ。とても魅力的な女性なんでしょうね。やっぱり人は見た目じゃないわね。5番目に紹介するのは、2012年に出演したこの夫婦だぜ。この二人を見て何か気づくことはないか？え？若くて可愛らしい、普通の夫婦に見えるけど、確かに夫19歳、妻16歳というとても若い夫婦なんだが、重要なのはそこじゃないんだぜ。この二人、実はいとこ同士なんだぜ。いとこ？言われてみれば確かに顔がすごく似ているわね。そうなんだぜ。二人は中学3年生と小学6年生の時に初めて出会ったそうだぜ。初対面から奥さんが旦那さんに一目惚れしてしまったらしい。いとこでもよければ付き合ってください、と告白してお付き合いし始めたそうだ。いとこ同士って結婚できるの？ああ、もちろんだ。法律的にも問題ないぞ。でも、親や親戚は認めてくれたのかしら？奥さんのお父さんは怒ったそうだが、恋愛をするのはいいことだ、と結局は認めてくれたんだとか。しかし奥さんが高校1年生の時、子供ができてしまったんだ。いわゆる、授かり婚ということになるな。それはお父さん、今度こそ激怒したんじゃ。それが意外とおおらかな反応だったらしいぞ。高校に関しても、高い学費を払わなくて済む、とあっさり退学を認めてくれたようだぜ。あら、そうなの。意外だけど、家族もみんな幸せなら問題ないわね。6番目に紹介するのは1996年に出演したこの夫婦だぜ。夫が妻を溺愛しすぎているというカップルだ。素敵じゃない。一体どんな二人なのかしら。二人の出会いは一方的なものだった。奥さんがテレビのお見合い番組に出演しており、たまたま見た旦那さんが一目惚れしたんだぜ。
あら、そこからどうやってコンタクトを取ったのかしら？奥さんは小学校教諭をしており、勤務先の小学校の名前が番組に出ていたんだ。そこで彼はその小学校に電話をかけたそうだぜ。しかし彼女は電話を取り継いだ人に、気持ち悪いから切って、と頼み、電話には出なかったそうだぜ。一歩間違えれば変質者よね。当然の対応だと思うわ。しかし彼はそれで諦めず、次は小学校宛に手紙を書いたそうだ。内容は、テレビを見て感動しました。一度お話がしたいです、というようなものだったらしい。それで会ってもらえて、ついに結婚までできたのね。ストーカーとして捕まらなくてよかったわね。7番目に紹介するのは2016年に出演したこの夫婦だぜ。この日の放送は、美女なのに、最強&最強アスリート妻スペシャル、というサブタイトルがついていて、一組目にはプロレスラーの妻が出演していたんだ。ジャガー横田さんや北斗晶さんみたいな感じね。ああ、そして二組目には、剣道有段者だという妻が登場した。しかも火曜団に所属しており、千葉大会で3連覇を果たしたというかなりの実力者だぜ。すごいわね。めちゃくちゃ強そうだわ。しかも、棒状のものを持つと夫に気合を入れたくなる、と話しており、性格的にもファイター気質な女性のようだぜ。そんな彼女に向かって、文氏師匠が、面を受けてみたい、と言い出したんだ。え、師匠、大丈夫だったの？あまり大丈夫じゃなかったぜ。相手はタレントではなく素人さんだからな。力の加減もなく全力で師匠に面を打ち込んだんだぜ。師匠はこれで身長が1センチ縮んだらしい。ひえー、でも師匠、それで済んでよかったわ。それほど強い面打ちだったという比喩ではあると思うが、もし本当に縮んでいたとしたら。まさに最強アスリート妻ね。8番目に紹介するのは2015年に出演したこの夫婦だぜ。番組の放送史上、最も物議を醸した回だと言われているんだ。そうなの？見た目的にはごく普通の夫婦だけど、実はこの夫の方がとてつもなくクズだと話題になったんだ。というのも、彼は仕事を偽って彼女と結婚した上、出演時は無職だったんだぜ。どういうこと？詳しく聞かせて。二人はネットで知り合ったんだが、当時、夫は郵便局で働いていると自称していた。妻の方は専業主婦になるという夢があり、郵便局員が相手ならそれも叶うだろうと思っていたそうだ。安定したお仕事だものね。しかし、結婚後に夫の給与明細を見てみると、手取り13万しかなかったそうだ。実は旦那さんは郵便局員ではなく、有名と、と呼ばれる契約社員だったんだぜ。奥さんは騙されたと感じたものの、時すでに遅し、専業主婦は諦めて介護の仕事を始めたそうだぜ。あらら、でも、さっき、夫は無職、と言っていたわよね。ああ、その後夫はその仕事を辞め、転職活動を始めたんだが、うまくいかなかったらしい。と言っても、原因は本人のやる気のなさだと思われる。奥さんがどんな職業への転職をお勧めしても、旦那さんは何かと理由をつけて、すべて断ってしまうんだ。あまりに物地堕落へりくつぶりに、奥さんも分子師匠も呆れていたぜ。工場のラインもダメ、配送の仕事もダメ、タクシーの運転手も、介護もダメって。じゃあ一体、どんな仕事ならしたいっていうのよ。番組の中で全国の社長にアピールしていたが、気楽で1日8時間以内、週休2日、できれば月に40万ください、と言っていたぜ。いやいや、わがまますぎでしょ。これは奥さんが気の毒ね。やっぱり結婚前には相手のことをよく知るべきね。今は旦那さんが改心して、コツコツと働いていることを願いたいな。9番目に紹介するのは、番組史上最高齢の夫婦だぜ。霊夢はこのご夫婦の年齢、いくつだと思う？70代とか？ 80 代？まさか90代？残念、正解は、10万29歳と10万25歳、だぜ。さすがに高齢すぎ。って、いやいやいや、それってあれじゃないの。ああ、そのあれだ。いわゆる、デーモン小暮閣下ネタだな。このお二人は、世紀末、がきっかけで知り合い、ライブ会場で初めて対面したそうだぜ。かなり気合の入ったファンね。もしかしてライブ会場にこの格好で行っていたの？そうみたいだぜ。ライブ後、二人はこの格好のままカラオケに行き、夫の方から告白して交際スタートしたそうだ。その時妻は、お前に口づけをしてやろうか、と悪魔風にキスを迫ったそうだぜ。とってもユニークな二人ね。ちなみに彼女は家でも白塗りメイクをしていて、お前をさばいてやろうか、と言いながら魚をさばいたりするそうだぜ。すごい。けど、そこまで行くとちょっと面倒くさい気もするわ。最後に紹介するのは、2015年に出演したこの夫婦だぜ。あら、美男美女ね。ああ、特にこの奥さんは、歴代最高レベルの美人妻、
と話題になったんだぜ。夫にとっても自慢の妻らしく、とても饒舌に妻のことを話していたぜ。すごく微笑ましいじゃない。二人の馴れ初めが気になるところね。なんでも、二人が出会ったのはアルバーで開催されたハロウィンイベントだったそうだ。モンスターの仮装をしていた夫の前に、悪魔の仮装をした妻がやってきたんだが、彼曰く、その衣装は、パイが半分出ていた、だそうだ。え？何言ってるのこの人？とにかくセクシーな衣装だったようで、すぐにメロメロになってしまったそうだ。しかし実はメロメロになったのは彼だけではなく、お互い様だったらしい。え、どういうこと？実は夫の方も元ジュノンボーイなんだぜ。芸能界に入り17年ほど俳優をやっていたそうだ。なるほど、道理で美男美女なはずだわ。ほんと、羨ましい限りね。ハゲてしまえばいいのに。久しぶりに霊夢のリア充爆破癖が出てしまったぜ。ということで以上が、新婚さんいらっしゃい、のヤバすぎる夫婦従前、だったぜ。本当にかなりの苦節よご夫婦ばかりだったわね。ああ、そうだな。みんなのトラウマ、探偵ナイトスクープの怖い回、ヤバい回6選。こんにちは、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、天の弱赤まんじゅうよ。毎回悪口のあなたの方が、よっぽど天の弱よ。それより、今日も何か怖いことを教えてほしいんだけど。オーケーだぜ。それじゃあ今回は、思わず絶句、探偵ナイトスクープの怖い回、ヤバい回6選、を紹介するぜ。探偵ナイトスクープって、テレビ番組よね？ああ、1988年3月に放送開始され、今も続いている長寿にして人気番組だぜ。関東圏は放送エリアから外れているため知名度はそこまでだけど、関西圏では超人気なんだよ。へえ、そうだったのね。視聴者からの様々な依頼に、芸能人が同行しつつ番組が解決するっていう番組なんだが、感動する依頼や笑える依頼など、その内容は様々だぜ。そんな長い歴史を誇る同番組の中から、今回はゾッとするような怖い依頼や、謎が深い回を紹介しようと思うんだ。中には諸事情により調査が打ち切りになったこともあったし、なかなか闇が深いぜ。この番組についてあまり詳しくない私でも、これは気になる。解説お願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、1997年に放送された、マネキンと結婚したい？というタイトルの回だぜ。タイトルからしてすでに怖い感じがするけど、どんなご依頼だったの？依頼者は26歳の女性で、彼女は、マネキンと結婚したい、という依頼を番組に送っていたんだ。マネキンと結婚？ちょっと私には理解できないわ。この回で探偵を務めてた狭間寛平さんもかなり引いてた様子だったな。そんな彼女が恋をしてたのが、大石酒造にある、酒の資料館に展示された男性のマネキン。彼女は彼の姿を見て一目惚れしてしまったそうだ。女性からしたら運命の出会いだったってわけね。そこで狭間寛平さんと彼女が資料館を訪れたが、そこにマネキンの姿はなかった。あら？どこへ行ってしまったのかしら？どうやら資料館に展示されていた彼はレンタルしていたマネキンだったらしく、レンタル期間が終了したため倉庫に返却してしまったそうだぜ。そうだったのね。じゃあ、倉庫に行けば会えるのかな？倉庫に彼を探しに行ったが、そこには大量のマネキンがあった。一緒に行った狭間寛平さんは彼を見つけるのに苦心したが、女性はなんと一発で彼の姿を発見。これが愛のなせる技。愛しの彼を無事発見した女性は、親戚を呼んでマネキンと結婚式を挙げることができた。という内容の回だったんだぜ。ちゃんと結婚式挙げたんだ？ちょっとびっくりだわ。でも、マネキンと正式に結婚することはできないわよね？女性はその後どうなったのかしら？番組の後日談で、彼女はマネキンとはお別れしており、今は人間の男性と結婚して子供もいるとのことだ。何それ、結局別れちゃったの？ちょっと拍子抜けね。けど、彼女は結婚式を挙げた時点で夢が叶って満足したのかもしれないわね。次に紹介するのは、1994年に放送された、恐怖の幽霊下宿、という回だ。幽霊？これはどんなご依頼だったのかな？これは、美大生の息子の下宿先に出る幽霊が原因で、息子が下宿先から出たいと言っているので調査してほしい、という依頼内容だったぜ。息子重いなお母さんね。って感動してる場合じゃないわ。大学生が下宿を辞めたがっているほど怖いことが起きてるってことなのよね。そうだな、ちょっとただごとではない感じがするぜ。ということで、今回の調査ではお坊さんを呼んで除霊をすることになった。そしてお坊さんがお経を読んで除霊をしてくれていたんだが、お経を読み終わってしばらくすると、下宿先の建物の廊下に黒い人影のようなものが映り込んだんだ。
本当に幽霊はいたのね。しかし、スタジオで映像を見ているはずの出演者はそのことに全く触れず、何事もなかったかのように番組を進行していった。つまり、幽霊を目撃したのは視聴者だけなんだ。はっきりと映ったのに出演者の皆さんには見えなかったってこと？出演者は一切触れていないのに視聴者の間でだけ話題になったことから、この霊は番組の仕込みだったのではないか？本物の幽霊だったのではないか？など現在でも様々な憶測を呼んでいるという。次に紹介するのは、2012年に放送された、インコ、という回だ。比較的新しい回なのね。この回の依頼人は奈良県に住む方で、迷子のインコを保護したので飼い主を探してほしい、という依頼内容だった。依頼としては何もおかしなところはないわね。しかし、その保護したインコが不可解な言葉を発し始めるんだ。その文面がこちら。B ちゃん、ごめんね。ここは異世界かも。内職してたら急に誰もいなくなった。B ちゃんだけでも逃げて、電話も繋がらない。私は出て行きます。これはどういうこと？飼い主は異世界に飛ばされちゃったの？普通、インコにこんな長文を覚えさせるためには根気よく同じ言葉を言い聞かせてトレーニングする必要がある。つまり、この文言は飼い主が繰り返し教えないと覚えないってことだ。それかこのインコが天才的なおしゃべり能力を持っていたとか？それもあり得るかもしれないが、どのみち飼い主がその言葉を発したからインコがそれを覚えることができたんだ。ということは飼い主さんは本当に異世界に？真相はわからないが、もしかしたら飼い主の緊急事態を悟ったインコが何か霊的な力で言葉を覚え、自ら迷子になることで誰かに助けを求めようとしていたのかもしれない。この放送は瞬く間に話題となり、2チャンネルのオカルト版やオカルトサイトなどで取り上げられる事態となったぜ。飼い主さんの安否が気になるところね。無事だといいんだけど。次に紹介するのは、1992年に放送された、謎のビニール紐、という回。この回は、探偵ナイトスクープで唯一、途中で調査が強引に打ち切られ、未解決のまま終わった回だ。一体何があったのかしら？気になるわ。この回の依頼内容は、東大阪市内の至るところにビニール紐が大量に結びつけられている。誰がこんなことをしているのか調べてほしい、というものだった。誰かのいたずらかな？この件もちゃんと調査が行われたのだが犯人は全くわからず、調査は難航していた。街中で異常な量のビニール紐が結ばれているのに、結んでいるところを捉えられないというのはかなり不可解ね。そして突然、調査打ち切り、本件に関する情報は今後一切、取り扱いません。ご了承ください、というテロップが画面上に映し出され、強制的に調査が終了してしまったんだぜ。一体何があったのかしら？放送後、視聴者の間では、ビニール紐は結界だったのではないか、呪術の類だったのではないか、など様々な憶測が飛び交った。呪いだったらかなり怖いわね。しかしその後、番組に出演していた北野誠さんがラジオ番組で、犯人は特定できたが、テレビで放送できない類の人だった、と真相を話している。なるほど。長く番組をやっているとそういうこともあるのかもしれないわね。次に紹介するのは、2012年に放送された、四つ葉のクローバーの声が聞こえる少女？という回だ。四つ葉のクローバーの声が聞こえるって一体どういうことかしら？この回の依頼内容は、5歳になる娘の不思議な力について調べてほしい、というものだった。その不思議な力とは、一般に珍しいとされている四つ葉のクローバーを数分のうちにたくさん見つけることができる力だ。娘さん曰く、四つ葉のクローバーが、こっちだよ、と教えてくれるそうだ。だから、声が聞こえる、なんだね。四つ葉のクローバーってどれくらいの確率で見つかるものだっけ？だいたい1万本から10万本に1本、確率としては 0.01 から 0.001% の確率で見つかると言われている。それを数分のうちに。すごいわ。そこで、番組でも何分でどれだけの四つ葉のクローバーを見つけることができるのかを検証したところ、彼女はなんとわずか5分の間に10本もの四つ葉のクローバーを積んできた。これはおよそ30秒に1本のペースで見つけている計算になる。依頼内容は本当だったんだね。しかも、彼女はクローバーが群生しているところをしゃがんで探すのではなく、四つ葉があるところに一直線に向かい、ひょいっと拾い上げるように見つけてしまうんだ。それはちょっと怖いわ。番組ではこの娘さんの特殊な能力を専門家に調査してもらったのだが、正体はわからなかったそうだ。でもこれは間違いなく特殊能力よね。この能力が成長とともに失われていないといいわね。最後に紹介するのは、2013年に放送された、23年会話なし夫婦、だ。23年も会話してないの？どんなご依頼だったのかしら？
依頼主は奈良県に住む18歳の男性。自分が物心ついた時から両親の会話を聞いたことがない。父は子供には話しかけるのに、母には一切話しかけない。父がなぜ母と喋らないのか調査してほしい、という依頼内容だった。かなり特殊な家庭環境ね。精神衛生上良くなさそう。これを受けてカンニング竹山さんが調査を始めると、母親の方は父親に話しかけるのに、父親は一向に無視して返事を返さない様子が見られた。つまり、お父さんがお母さんだけを無視してるってことなんだね。なんだかかわいそう。なぜ23年間も妻と会話をしないのかと聞かれた父親は、このように答えた。子供が生まれると自分に向いていた愛情がすべて子供に取られてしまい、拗ねてしまった。そして、拗ねているうちに引っ込みがつかなくなり、23年間も妻を無視し続けることになってしまったそうだ。いや子供かよ。とはいうものの、意地を張っているうちに後に引けなくなることってあるわよね。しかし、意地を張っているうちに引っ込みがつかなくなっただけで、会話をしたい、という意思はあるらしい。そこで、母親と父親二人の思い出の場所で会話を試みることにした。どうなるのかしら？ドキドキね。二人は無事23年ぶりの会話を交わし、離れたところで見ていた彼らの子供たちも号泣、スタジオも涙に包まれたぜ。よかったー。とはいえ、23年間も無視され続けたお母さんの気持ちを考えると喜ぶに喜びきれない私がいるわ。そうだよな。それに、23年間も会話がなかったのに18歳の息子はいるというちぐはぐさがかなり怖いぜ。言われてみれば、そう考えたら、会話がなかった時期の二人の関係のいびつさにゾッとしちゃうわ。以上が、思わず絶句、探偵ナイトスクープの怖い回、ヤバい回6選、だったぜ。なんていうか、いろんな種類の怖さがあったわね。謎のビニール紐とか。トラウマ注意、アンビリバボーの怖い回6選。どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、単純赤まんじゅうよ。人のこといきなり単細胞見たと言わないでよね。それよか、今日も何か怖いことを教えてほしいのよ。いいぜ、それなら今回は、アンビリバボーの怖い回、トラウマ回6選、を紹介するぜ。アンビリバボーといえば心霊系や恐怖系のお話なんかを紹介したりする、長寿のテレビ番組よね。ああ、1997年10月から番組がスタートして、今も放送されているぜ。今回はそんな歴代放送回の中から、特に怖くてトラウマに残るようなお話を6つ紹介するぞ。それはなかなかに怖そうねえ、早速解説お願いするの。オーケー、任せてくれだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、呪いの面、というお話だ。これは、禁断の恐怖、封印開封スペシャル、と銘打って心霊や恐怖系の特集をしていた日に紹介されたんだぜ。ああ、懐かしいわねー。昔はアンビリバボーといえば心霊特集だったわ。それで、その呪いの面ってどんなものなの？その面は作家でオカルト研究家の山口敏太郎氏が所有している面で、かなり曰くつきのものだという。面に関わった人間に不幸が訪れ、場合によっては見ただけで危険。面と目を合わせたら不幸になると番組で紹介されたぜ。見ただけで危険が及ぶってやばくない？まあ、番組では呪いの面の全体像は映されなかったんだが、放送後ネットで面の全体像が映された画像が出回ってしまい、一時期かなりの騒ぎになってしまったんだ。ネットって怖いわね。テレビで隠したものがさらっと出てくるんだから。見ただけで不幸になる、と番組で紹介されていたため、ネットで画像を見てしまった視聴者たちから、面の所有者である山口氏と番組に非難が殺到したそうだ。そりゃ見ちゃったら不安になるよね。でも、その呪いって本物なのかな？ああ、呪い自体は本物らしいぜ。しかし見ただけで呪われる、というのはテレビ上の演出なので、本当に、ただ見ただけで呪われることはない、と山口氏は明言している。よかった、じゃあ、どうしたら呪われちゃうの？それは、呪いの面を面白おかしくメディアで取り扱った場合だ。実際に取り扱おうとした関係者5名が亡くなり、他にも3名が病気になり、3社が倒産してしまったと番組で紹介された。この呪いは関係者だけでなく、関係者に近しいものにも降りかかるそうだ。これは偶然とは思いがたいわね。ちなみに普段はこの面は、三木大雲という住職がいる、京都のお寺に封印されているそうだよ。封印されているなら、この動画の視聴者さんには呪いは及ばないだろうから安心ね。しかし、番組で扱うために封印を解く必要があったため、山口氏に番組スタッフが同行したところ、そのスタッフのロッカーの中の服がズタズタに引き裂かれていたんだとか。呪いってやっぱりあるのかしらね。ちょっと怖くなってきたわ。
まあ、普段は前述のお寺でしっかり封印されているだろうから、変な心配はいらないと思うぜ。次に紹介するのは最強の心霊写真、アステカの祭壇、だ。これはめちゃくちゃ有名よね。噂は聞いたことがあるし、過去の動画でも少し紹介したことがあるわ。この放送は後に、アンビリバボーが心霊特集を組まなくなった理由、の一つとして有名になった回だからな。この時に紹介したたった一枚の写真が、かなり問題視されてしまったんだ。その写真には血のような赤い影が映り込み、その赤い影はダイヤ壺のような形をしていたという。不思議よね。何もない場所なのに、こんな影が映り込むんだもの。なぜこのような影が映り込むのかというと、アステカ文明では太陽信仰により瞳悟空が行われていて、その生贄を殺すために縛り付けた台と、生き血を入れておくための壺が、強い念を持って写真に映り込んだと噂されているんだ。そういえば、心霊写真に映り込む霊が赤色をしているのは危険だって聞いたことがあるわね。ああ、赤やオレンジのオーブや霊の影は要注意だそうだ。そして放送後、番組宛てに複数の霊能者から、なんというものを放送するんだ、という批判の声が殺到したという。テレビで放送しちゃいけないレベルにヤバい写真だったってこと？どうやらそうみたいだな。最近ではおひれがついて写真を見ると呪われる、なんていう噂も出てきて、検索してはいけない言葉、としても名を馳せるようになったんだぜ。それ、私たちも見ちゃったしヤバいんじゃ？けど、単なる撮影時のミスや光の入り加減で、このような写りになるともと言われているから、見ても何も害はないという認識も広まっているみたいだ。なんだ、そうだったのね、安心したわ。まあ、それも意見の一つで真相はわからないけどな。次に紹介するのは、演習、だ。アンビリバボーの初回の放送で組まれた特集だぜ。記念すべき1回目だったんだね。それで、演習ってどんなお酒なの？演習は、秋田県の旧家である島だけが、大昔から先祖代々受け継いできた霊酒のことらしい。その製法は、生け捕りにした3匹の猿の肝や肉を30日間水にさらし、それを乾かしてから酒につけ、さらにそれを天日干ししたものを壺の中で塩水に3年以上漬け込むという、かなり手の込んだ作り方となっている。うえぇ、想像しただけでグロいわ。しかしこの演習はあらゆる病気に効く万能の薬で、どんな病気もこの演習を飲めば、たちまち治ってしまうという素晴らしい代物だったとか。すごい効能を持つ薬種だったんだね。しかしそんな効能とは裏腹に、演習の入った壺を覗いて中身を見ると死んでしまうという、恐ろしい噂もあったんだ。覗いただけで死んじゃうの？怖すぎる。ある時、演習の恐ろしい話を耳にした、あるお寺の和尚さんが、死んでも構わないから壺の中身を見せてくれ、と演習の所有者に頼み込んだという。ちょっと、和尚さんクレイジーすぎよ。そして中身を見せてもらった和尚さんは、1年も経たずに亡くなってしまったそうだ。じゃあ、呪いは本物？そして後日、お寺を継いだ和尚さんが、先代の和尚さんが本当に演習が原因で亡くなったのか、知りたいから中身を見せてくれ、と懇願しに来た。絶対やめといた方がいいと思うよ。そしてその和尚さんも、壺を覗いて1年も経たずに亡くなったという。あらら、やっぱり演習の呪いは本物だったのね。演習は現在も島だけで厳重に管理されており、アンビリーバボーの番組スタッフも演習を見に行ったが、危険すぎるので中身は覗かずに終了したとのことだ。これはガチで危険な神仏とかの類な気がするわ、覗かないでいてよかったわよ。次に紹介するのは、2枚合わせると1つの顔が現れる心霊写真、だ。2枚合わせると？どういうことかしら？この写真も、アンビリバボーが心霊写真特集を組まなくなった理由の1つとして知られている写真だぜ。投稿者は当時福岡県在住の K さんだ。彼はバイト先の居酒屋で従業員の送別会の時に撮影した写真のうち、2枚におかしなものが映り込んでいるのを発見したんだ。どんなものが映り込んでいたの？それが、よくわからない。何やら変な形をしたものが写真に映り込んでいただけだったんだよ。これだけだと謎ね。しかし、K さんが友達にその2枚の写真を見せると、この写真、繋げたら人の顔にならないか？と言ってきたんだ。すごい、行く気づいたわね。K さんは言われた通り、2枚の写真を上下に並べてみると、なんとそこには叫ぶように口を大きく開けた女性の姿が浮かび上がったんだ。これ、かなり恐ろしい。それに2枚にまたがって映り込む心霊写真なんて聞いたことがないわ。しかもその2枚の写真はどちらも赤みがかっており、霊能者によるとこの写真の霊は、非常に攻撃的な性格をしていて危険だ、とのことだ。ただ居酒屋での送別会を撮影しただけなのに、大変なものが撮れちゃったのね。ちなみにこの居酒屋では、白黒の姿をした男の霊が立っていた、などの心霊現象も起こっていたそうだぜ。
そしてこの写真は、今もネットで話題に上るほど有名な写真となっているわよね。ああ、2枚にまたがって霊が出現する心霊写真なんて、これ以外には存在しないだろうからな。次に紹介するのは、ゆうちゃん、だ。この回は数々の不気味な回を放送してきた番組の中でも、最強のトラウマ回、と名高い放送回だぜ。タイトルからは何も想像つかないけど、どんな回だったの？1979年、埼玉県に住む小学2年生のひろしさん、は引っ込み思案の少年だった。そんなひろしさんに話しかけてくれたのが上級生の、ゆうちゃん、だ。ふむふむ。二人はすぐに仲良くなり、ゆうちゃんは毎朝、ひろしさんの家まで迎えに来てくれていたそうだ。そして夏のある日、ひろしさんは金縛りに遭い、ゆうちゃんが消えていってしまうという幻を見てしまった。なんか不吉な予感。翌日になって、胸騒ぎを感じたひろしさん。いつもは迎えに来てくれるゆうちゃんを家で待つのだが、この日は彼を待たずに外へ出た。すると、交差点で車に轢かれてしまった、ゆうちゃんの亡骸を発見してしまう。ひろしさんの金縛りは、虫の知らせのようなものだったのかしら。彼は慌てて祖母を呼びに行って現場に戻ったが、車に轢かれたはずのゆうちゃんの姿はなかった。それどころか、ゆうちゃんを知っているはずの祖母や友達は、ゆうちゃんが存在したことを一切覚えていなかった、という話だ。かなり怖い話だけど、トラウマってほどかな？怖いのはここからだ。アンビリバボーでは、実際にゆうちゃんが事故に遭った場所や、ゆうちゃんの自宅だった場所を調査した。すると、ゆうちゃんが事故に遭った交差点は事故が多発しており、子供が被害者となることが多かったため、ゆうちゃんは事故死した子供の霊なのではないか、という結論になった。そうだったのね。そして番組内ではひろしさんの記憶を頼りにスタッフがゆうちゃんの似顔絵を描いたのだが、その似顔絵がトラウマ級に怖いと話題になった。それがこちら。ひぃ？これは確かに怖い。子供が見たらトイレに一人で行けなくなるレベルね。ひろしさんの身に起きた不可解な出来事と恐ろしい似顔絵が放送後に話題を呼び、この回は放送史上最強の怖い回として有名になったんだぜ。当時、リアタイでこの放送を見てた子供たちが、どんな気持ちだったのか気になるわ。最後に紹介するのは、死と暮らした人、だ。マルタイと暮らした？一体どういうことかしら？これは1930年代のアメリカ、フロリダ州キーウェストで実際に起こった事件だ。米海軍病院の X 線技師として働いていたカール・タンツラーという男性は、既婚者にもかかわらず、自身が勤める病院に結核患者として訪れたマリア・エレナという21歳の女性に一目惚れした。運命の出会いね。近づけば不倫になっちゃうけど。彼は早速エレナに近づき、X 線の機器を彼女の両親の家に持ち込み、治療を行うふりをしながら彼女に宝石や洋服をプレゼントしていた。しかしエレナは結核が悪化して亡くなってしまったんだ。彼の恋は叶わなかったのね。そこで彼は家族の許可を得てキーウェストにエレナの墓を建て、家族を捨てて自身もキーウェストに移り住み、1年半の間毎日彼女の墓を訪れた。カールニキ、愛が暴走しすぎ。そんなある日、彼はエレナの霊が、墓から連れ出してほしいと囁いてきた、と言い、彼女の腐敗した遺体を掘り出し、自宅に持ち帰ったんだ。ええ？彼女の霊が囁いたというのはガチなの？いや、多分カールの幻聴か妄想だ。彼はエレナの骨をワイヤーで繋ぎ、目にガラス玉を入れ、皮膚をろうと漆喰を混ぜたシルクで覆い、腹や胸に布を詰め込んで、彼女の体を蘇生させたんだ。時代とはいえ、恐ろしすぎる。彼はそれから7年間もの間彼女の死体と共に暮らしたが、エレナの遺族にバレてカールは逮捕されてしまった、という話だ。恋は人を狂わせる、の典型的な例ね。その後カールはフロリダに移り住んだが、その際もエレナの頭部を模したマスクをかぶせた、等身大の人形と一緒だったそうだ。もはや常軌を逸しているわね。とても常識では考えられない事件だわ。ちなみにこの話は究極の純愛とも、番組史上最強のサイコパス回とも言われ評価が二分しているぜ。視聴者のみんなは、どっちだと思う？というわけで以上が、アンビリバボーの怖い回、トラウマ回6選、だったぜ。ちょっと、想像以上に怖いものだらけだったわね。けど、うろ覚えしてたお話。ということで以上が、テレビ番組のヤバい回、トラウマ回22戦総集編、だったぜ。くすっと笑えたり、心霊系や恐怖系のトラウマ回もあったりでなかなかガクブルできたわ。視聴者の皆さんにもそう思ってもらえていたら嬉しいな。まだまだこれからも気になる情報をお届けしていくから、通常回も合わせてよろしくだぜ。そうね、こんな情報を解説してほしい。ってリクエストもあったらぜひコメントで教えてね。チャンネル登録や高評価ボタンポチッもよろしくだぜ。それじゃあ、今日の動画はここまでだ。
最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただきありがとうございました。この他にもおすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それではまたね。